肩慣らしはもういいよな。みんな。バカ野郎、喋らせんな。大丈夫大丈夫。余計な体力使っちまうじゃねえか。コミシェルの人、奥の手とかあるなら今出して。おう、使える男、頼むよ。私に頼らずとも、あなた方はまだ切り札をお持ちのようですよ。一つ上の男、お前、だから無茶しすぎなんだよ。お前はもうお前らと一緒に面倒に巻き込まれるのはごめんだと思ったけどよ、すっきりするどころかどうにも気になっちまってよ。ナンバーだから、その手伝わせてくれよ。ナンバー、ナンバーナンちゃん、いいね。くそ、全然かっこよくねえぞこの野郎。どこ行ってたんだよ、ちくしょう。なんや、おったんか、悪い、また裏切んのか。さすが嫌なとこズバッとついてくるぜ、本職のヤクザは。でもこれは裏切りなんかじゃねえ、俺はもう迷わねえ。はあ、いいやんけ、ナンバーさん。多いな、敵。悪いな、みんな。今日は俺の日だ。じゃあ行こう。ナンバーが再び仲間に加わりました。たく、まとめてやってるわ。来い、衣装だ。こいつ強いからな、ほんま。マジで強い。まず周りからで、ナンバーよ、俺らと離れている間にちゃんと成長してきたんだろうな。ナンバーさん、その傘は、こういう風に合流するときゃ、だいたい成長して強くなってたりするのがお約束だ。やっぱいろいろあったら、最初はホームレス、そのお約束、その後はダンサー、まあ、そしてミュージシャンから料理人、新しい技くらいは考えてきたね。でもやっぱり帰ってくるのは、ホームレス。私の番ですね。ホームレスがナンバーさんのね、天職なんですよ。さあ、邪魔なもんはいなかったな。なんだこれは。消費 MP90、 熱気、監獄の極み、とんでもねえもんを、よみがえりの極み、やばいて。極み、すげえ、ムービーあるやん。熱気、感覚の極み。ナンバーさん、ナンバーさんは伝説のホームレスになられた。なんか今のナンバーさんの熱気、感覚の極み、おナンバーさん、これよこれ。やっぱこの、見てくれ、あの臭そうな、もうやばくないか、公害や。あぶねえ、ナンバービビって足が、ナンバーさん、ちょっとナンバーさん、あれやな、あナンバーさん、待って、その他メンバー交代、ちょ、ナンバーさんあれやわ、さっちゃん行こう、ごめんな、ナンバーさん、ちょっと足がすくんでた、どうしようもないわ。最後はでもナンバーさんに決めてほしいな。ちょっと待ってな、ナンバーさん、相手の体力がお膳立てできたらすぐ出すから。さすがに今日はナンバーの日やから、そこはね、ちゃんと最後はナンバーさんに決めてほしい。それで真の意味でナンバーさんはうちのパーティーに加わる。ナンバーさん、はい、これ OK。 ナンバーさんの攻撃が上がった。初期の初期から使ってるこのビニール傘、ナンバーさん何いく。最後はやっぱ熱気、監獄の極み行きだよな。でも鳩で行こう。鳩行くが、鳩で死ぬかこれ。行け、見してくれ。
とっておき。くらえ、全然くらわ。やっぱハトじゃ無理や、さすがに。うわあ、ふざけてる。逃げるなら今のうち。逃げるなら、逃げるなら今のうちじゃないよ。俺の番か。ちょ、ナンバさん、ナンバさん絶対あのドラゴンで倒せるから。もう一つ上の男になってくれ。ここで勝つことで一つ上の男になれる。来た、行くぞナンバさん、無事完成。いやー、熱気監獄の極み。うわー、くたばれ。いや、し倒せてない、全然倒せてない。惜しいところまでも行ってない。ああ、ビビって足がすくんでる。もうええわ、もう殺そう。あなたは一つ上の男にはなれなかったようだな。おお、いいねいいわ、このフィニッシュ画面。クソ、レベル上がった、やば。まだ成長できるとはな。また強くなっちまったか。そこは言えよ、一つ上の男。俺が言っといてあげる。さらに強くなれば。